おはようございます。今日は3月23日の火曜日です。前回丸山公園に来た時もちょっと朝雪降ったんですけど、今日もまたちょっと朝雪降ったみたいです。丸山公園でここから登るんですかね。行ってみよう。丸山公園にはエゾフクロウが生息してるらしくて、僕動物の中でフクロウが一番好きなんですけど、ちょっと丸山公園、何度か来て偵察してエゾフクロウをちょっと探したいなと思ってます。あ、リスだ。フクロウって基本的に針葉樹とかじゃなくて広葉樹の大きい大木で、樹洞っていって木に穴開いてるところにしか生息しないんですけど、こういう原始林みたいな昔の広葉樹が残ってる森じゃないと、フクロウって生息できないんですよね。
なんか人集まってる。僕はまだ一回も野生のフクロウをまじまじと見たことないんですよね。あれフクロウかなみたいなのは何回かあるんですけど、結構ヒグマとかも好きで探しに行ったりするんですけど、まあやっぱ車とかで森の中に入ると逃げちゃっていないんですよね。春になったらめっちゃ山椒魚いそう。それはさっき入り口の看板にも書いてあったんですけど、丸山公園は動物、多分植物もですけど捕獲ダメみたいです。
多分40からか50なんだろう、40からですね。ちょっとこの辺でお茶にしたいと思います。今ここでお茶飲んでたらこの辺になんかスズメか何か来た。これ多分杉の木だと思うんですけど、なんか皮剥かれてませんか、これ。なんか普通の、なんかこっちもちょっと変だな。もうなんか鹿に食べられたようでもないですし、どうしてこんなになってるんですかね。これが普通なんですかね。
よし、じゃあ仕事行ってきます。